はいどうも、ナミノリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回はチャンピオンズリーググループステージ第4節イスタンブール戦、そしてプレミアリーグ第10節ワトフォード戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、前回裏でやったトッテナム戦とリーズ戦はスコアレスドローですね。このトッテナム戦でちょっと一応フォーメーション、4-3-3に変えたんですけども、これでもダメですね。まあこれ1回だけしか試してないので何とも言えないんですけども、で、これ一応リーズ戦には442、普段のね、従来の442に戻したんですけども、これでもダメだね、本当に。メンバーを固定してるからなのか、それとも本当に攻撃パターンがちょっと簡素化してしまっている、ちょっとワンパターン化してしまっている影響なのからかなと思うんですよね。ちょっと そこは多分一番大きいと思うんですけど、やっぱスーパースター厳しいね。まあ、こういう試合が本当増えちゃうからね、0-0の試合。まあ、これによって順位は今8位ですね、プレミアリーグ。まあ、まだ一応8位なんですけども、多分次ぐらいに本当チェルシーがどんどん勝って、多分首位独走してしまうので、本当ここで離されるわけにいかないんで、まだもう、まずもう 1-0 でもいいので、本当に勝つことはね、もう 1-0 でいいよ、本当に。もう2点以上の試合とかもいいから、本当に 1-0 で本当に逃げ切ることをしていきたいかな。で、ワトフォードに関しては今シーズンプレミアで結構2番目にね、失点が多いチームなので、ここでちょっと勝っとかないとまずいよね、本当に。デフォートルースが爆発してくれるとまずいかな。で、チャンピオンズリーグのグループステージですね。前回イスタンブールに負けたことによって2位に後退しました。まあでもまだ勝ち点1差だからね、イスタンブールと。この次のイスタンブールで勝っちゃえば、首位に返り咲くことできますからね。そして、まあ、そう、このイスタンブール戦に勝てば首位に返り咲くことできるので、まあこれ本当勝つことだね。前回も負けるような試合じゃなかったからね。まあ今までやられたことない失点パターンが増えてますからね、スーパースターにすることによって。そこはなんとか、まあ守備陣しっかり構築して抑えていきたいところですね。まあアーテトとアトレティコはそんな強くないんで、正直。やってみてね。イスタンブールさん乗り越えちゃえばこのグループ突破できますよ。さあ今日のスタメンですけども、マイコンがダメか。あ、でですね、吉田麻也の覚醒聞きました。麻也来たのでとうとうですよね。麻也がここから多分83ぐらいまで行くと思うんでね、最高。ちょっと後ろのパワーアップはもう急務で必要ですね。でもツートップ、このツートップがダメなのか。いやでもこのツートップ以上今現時点でいないからな。いやー、俺はこれで正解だと思うんだけどな、このフォーメーションで。あとは俺の腕なんですよね。まあ、前回ババにやられてるので、ババにハードマークつけますけども。まあ、前回もな、なんでハードマークつけててね、PK なー、PK じゃねえよな、あれ。だってもうシュート打った後に行ってるからね、あれ当たり前でしょ、シュート打った後に行くのはね。なんであれ捉えなきゃいけないのっていうね。ちょっとウィデの指針はもうね、もう多分頭いっちゃってますけどね。まあ、後半はちょっと伝えたディマリア、パッツィーニ、あとエーズね、もし願わくばエーズをちょっと入れたいですけどね。エーズが入ることでチームスピード急激に上がるんで、まあ、エーズは本当に厳しいですね、このフォーメーションにしてから。まあ、442に戻す。あ、451のがいいのかな。451だったらエーズがいけるんですけどね。まあでもこの2人に今のところかなわないので、エーズがね、エーズが入ったところでこの2人にかなわないので、まあ、エーズはちょっと正直厳しいですね。今日勝たないとね、逆にほんと AZ とアトリチコがね、勝ってしまうなんてことがあるので、ほんとそこを注意しながら行きたいですけども。やっぱデフォートルスがもうちょっと伸びないとダメだね、これ。簡単には点取れないわ、本当に。ベッカムからの簡単なクロスもすぐ跳ね返されますから、昨シーズンだったら決められたとこ、決めれたところがベッカムだともうダメだ、通用しないというね。ベッカムもちょっとオワコン状態来てるので、ベッカムはここで奮起しないといけないね。まだクロスの質を上げるのか、それとも単独で突破するのか、どっちかだね。はい、ということでイスタンブール戦やっていきましょう。いやー、今シーズン本当マジで無冠になる可能性高いね。チャンピオンズリーグ、まあ無冠ではないんですけどね、 FA コミュニティシールド取ってるんですけども、プレミアとチャンピオンズリーグ取れないと僕今シーズンもいなくなりますから、チームからね。いや、それ考えると本当今シーズンが一番厳しいことになるのは間違いないな。さあベインズが上げてきて、さあヘディングか、来たで、ヤングのシュート外れ。いや、もうジェレビーノからもうデフォンのパスは完全シャットアウトされてるね。あのお得意のパターンですけども、ちょっとすごいポンポン回されるね、これ。さあイスタンブールはどうくれ、デンババのシュートー、先制デンババ来てしまったー。やっぱりこの男デンババ、この男にはかなわないのか。ダメだね、やっぱデンババ、デンババ強すぎるわ、これデンババゲーだろこれ。いやー、マヤついてたのにね、覚醒器の前でも止められない。あー、もうシュート1本だけ打たれてね、言っていただいてるからね、悔しすぎるな。あれヤングのコーナーあれ入んなかったもんね、あれは決めなきゃダメでしょ。やっぱデフォーに頼ってるのがちょっと穴に出ましたかね、これね。やっぱデフォーばっかり頼ってるとこうなるんすね、やっぱり。いやー、ちょっとイスタンブル固めてきてますね、これ中盤ちょっと広げていかないと。仕掛けよう、ジェイム仕掛けよう、仕掛けてからクロス入ってきて、デフォーのヘディング惜しい。いやー、イスタンブルちゃんと守備ちゃんと組織しっかりしてるね、これは。さあ、お得意のパターンに持っていくか、ヤングのクロスから、ルッソが来たがー。ちょっとルッソ変えましょうか。今日ルッソ絶好調には見えないんだけど、ルッソ。そしてベッカムに変えて伝えた、ジェレピーノはちょい待ちましょう。いやー、パッチに伝えた、ここら辺がちょっと目覚めてくないと困るな。もう仕掛けるしかないね、これはもう個人技しかない。ジェレピーノ伝えたのこの個人技で生かすしかない。もう引いてんもんな、確実に。これ、ほら、イスタンブル引いてますよ、これ。ジェレビーノ、サイドから、そう、ベインズ投げろ、クロス、さあ、デフォーが来た、デフォー、決めろ、シュート、パッチーニ、うわー、パッチーニ来い、うわさあ、なんで入んねんだよ、あのキーパー、行かれてんだろ、本当に。よし、OK よ、ディアラ、打て、右足、
ビアのシュート外れる。じゃあディマリア入れましょうか。ジェルビーニョ入んねえな全然マジで。さあジェルビーニョは怒りを行う。ジェルビーニョの仕掛けでもダメだもんな。 PPR も限界説来てるのかこれは。ヤングデンババ取れ。やーシュート、ブフォンナイス。いやこれもうダメだね、マヤがセンターバック釣り出されたらもう簡単に裏来るね。ここいやーシュートが来た。危ない。ちょっともう引いてんもんな、ババも引いてんもんな。これさあよしよし、フィンズ上げろ、上げてクロス、デフォー来い、シュートデフォーでもダメだってこの間抜ける選手もいないしね、このセンターバックとサイドバックの間でね、ここもいないからね、出しどころないんだよマジで。いやーイスタンブールに2連敗、1点差の勝利は無駄にできなかった。ババ強えな本当に、イスタンブールババもう一択だね本当に。いやー厳しい。さあこれで CL2 連敗になりましたね。でもう残りのねアトレチコとアーデットまで残ってるんで、まだ全然可能性はあるんで、本当に新たな攻撃パターンいろいろ増やさないと厳しいですね本当に。さあアーデットとアトレチコ、一度でアトレチコ勝ちましたと。これにてまだ2位ですね、まだ2位はキープしてる。うん、次勝っちゃえば多分いけるんじゃないかな。次回アーデットなんで、アーデットに勝てればワンチャンあるんで全然。得点がもうここ5試合ぐらい取れてないからね、まずいよねもう。あ、バイエルンが最下位か。うわー、バイエルン頑張れよ。バイエルンってやりたいんだよこっちは。 CL は調子良かったんですけども、 CL もダメとなると厳しいですねこれは。ベインズのニックネーム戦士か、戦士というニックネームつけられましたね。前はロードランナーだったね。いややばいね、ちょっとほんと点取れないからね。何試合取る、点取れてない。公式戦に関しては4試合ですよ、4試合取れてないからね。ほんとにルッソ、デフォーここら辺目覚めてくれマジで。ちょっと今日ワトフォードでも点取れなかったらリバプール戦やりましょうか。今日点取って終わろうほんとに。まあでも一応今まで動画にした試合はね全部点取れてるからね、ワトフォード戦で多分取れるでしょう。取れなきゃまずい、17位なんでね。ちょっと今日最多にしましょうか。ちょっとベッカムね、そろそろ限界説来たな本当に。ベッカム仕掛ける選手じゃないからな。ちょっと最多にしてみてどうかっていうことでね、ちょっと入れていますけども。あの今日サミエルだな、ちょっとサミエル今日入れましょう。絶好調なんで。まああとは控えのバーディーとかバッツィにもちょっと目覚めてくれないとまずいなこのチーム本当に。ルッソでもダメだからねもうね。それかフォワードをまた新たに投入するしかないのか、下部組織からなんやらね。ワトフォードウェルベックいんのか。でもこのメンバーでワトフォードもダメなんだね。あーそしてロメロいますよ、ロメロ。ロメロがフルスね、キューピアライティにどんだけのセーブを見せてくれるか楽しみですね。ララーナもいるからね。あでも総合的にはこっちの方がウェスに確実にもう80代の選手がもううちゃうちゃこっちいますから、これで勝てないと本当まずいよ本当に。波乗りやばい、波乗りのねもう評価がどん底に下がるので、ね、これは厳しいな。はい、ということでワトフォード戦ちょっと勝てるようになっていきますこれ。いやそろそろ本当プレミア勝てるようにならないと厳しいですねこれ。チェルシーもね今首位ですけども、そろそろ離されるからねこれ。逆にそろそろ勝たないとね、僕の解任もちょっとデンベレマジ弱いわそれ。なんだよそれデンベレマジで、なんでそんな吹っ飛ばされてんの。パウル、パウルが来て、よしメンズナイス、やばない、シュートが来た、ブフォンナイス、素晴らしい。さあまずい、伝えた、危ない、負けない、シュートが来た、ブフォンまたセーブ、ジェルミーノ、いやら危ない、開いた、まずい、ウェルビックのシュート、ブフォンナイス。もうちょっと防戦一方っすねこれは。いやもうルッソとなんとかしてくれ本当に。今まで点決めてきたでしょ。さあ伝えたから、デフォー来た、デフォーのヘディング、先制デフォー、素晴らしい、やっと来たデフォー、今シーズン4点目、素晴らしい、やっと来たよマジで本当に。ロメロはフルスから点を奪われる、やっとデフォーですよこのパターン、やっと来たわ。やっぱ伝えたのがいいねこれは。結局ベッカーはクロスしかできないからね。そうでも伝えたは能力高いっすね、これからの選手なんで素晴らしいです。どっちからもいいのか、フルスばっかだな。さあクロスが入ってきて、ウェルベックの裏、危ない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 、あやばい、オープン、どっちからのシュート、危ない、マイコ、よしよし、ルッソ来た、ルッソ、ルッソ打てば右足、おいいシュートだルッソ、守ろう、あーどっちから来た、どっちから来て、アルビオル、よしナイスナイス、アルビオル素晴らしい。どっちからフルスリー何もできない。いやーでもワートフォードが完全試合してるねこれ。やっぱ冴えたのがいいっすね、冴えた。さあマイコン、マイコン来た、マイコンからクロス入ってきてシュート、デンベレナイス、変えましょうか、今日いいですね、やっぱ冴えたのがいいっすね。まだ冴えた今日変えますけども、今日後ろ変えようか、デンベレ変えてハウフィ変えて、練習してやりましょう。やっぱこの下位相手にやっぱり点取れるな、それじゃダメなんですよ。もうダメだ、これ今日は2点以上取らないと、あやばい、ミスかわされた、どっちからからまずい、まずい、シュートオープンで、オープン、いやどっちからこれ振り切られてから、やっぱりこいつゲームメーカーだな、やっぱりキューピアルにいただきありますよこれは。あーアップねえよ、うん、オッケーオッケー、よしジェルミーニョ、ジェルミーニョ、さあ中入ってくるか、ジェルミーニョ、ジェルミーニョ、さあシュート来た、ジェルミーニョナイス、ハーフィード、どっちからナイス、さすがどっちから、さあ中盤ワトフォード空いている、さあ、いや、ジェルミー打ってしまう、シュートが来た、オッケー、
よし勝った。プレミアリーグ多分5試合ぶりぐらいの勝利ですね。素晴らしいわ。やっとですよ本当に。デフォーがやっと意地の1点決めてくれましたよ。やっぱりこれがスーパースターの重みですね。これはやれば皆さん分かります。これはいや後半は完全ね QPR ペースでした。やっぱりジェレミーネがあそこの真ん中のスペースをね使ってくれることでやっぱりルーソとデフォー行きましたよね。素晴らしいですこれは。いやこの勝ち点さんがどれだけ重いかって話ですよ。チェルシーはどうなったかな。チェルシー勝ちましたね。これによって順位7位まで浮上しました。素晴らしい。こういう 1-0 の試合をね、もう 1-0 でもいいからこういう試合をどんどん増やしていかなきゃいけないですね。得点が全然取れてないですからね。もう6点だけですよ本当に。1点以上の試合を増やしていかないと厳しいかな本当に。なんとかリバプールとかあそこら辺のところまで行きたいですよね。見切れなくないからね全然。しかも今無敗ですからね。この無敗を継続しつつ本当勝ち点どんどん拾っていこう。これは吉田麻也才能開花。麻也がちょっと伸びてくんないとディフェンス安定しないからね。ここはちょっと期待したいですね。はい、ということでなんとかね今日勝てて、ワトフォード戦でね、まあ、今回終わることができました。今日これ本当 0-0 とか負けてたら本当にリバプール戦やる予定だったんですけど、まあ大丈夫ですね。まあ、次回どうしようか。リバプールやろうか。やりましょうか。一応2位なんでね。2位対決はしようか。どうしようかな。いや、リバプールやんなくていいや。やんなくて裏でやってきます、僕が。うん。それでまあ一応動画撮っといて、ハイライトでもしね、いいシーンがあったら流そうと思います。で、次回はアーテッド先生のチャンピオンズリーグ。まあここで勝たないと本当ね、3位に後退する可能性もありますし、逆に勝てばグループステージ突破に大きな1勝ですね。ここだな。で、この後チェルシー戦もあるでしょ。やっぱスーパースターはその楽ではないな、全然。厳しいことは間違いない。もう1点差以上で勝った試合ないからね。2点差以上で勝った試合なんてないからね。いや、でもね、多分ね、このチームにクリロナとかね、メッシがいても多分勝てないですよ。勝てないよ。いくらここが強くてもどうしようもできないのも現状だからね。本当にでもチーム力を高めて一つ一つのねプレーの質を上げていくしかないですね。これはなのでそこをまあチームスピリットも99目指してやっていくしかないです。本当にまあいつかも本当に行くと思うんでね。そこまではなので連携を高めつつあのチームの勝利ちょっと目指していきたいと思っております。はい、てな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you。